ベルナール・ラミベルナール・ラミは、フランスのオラトリオ界の進学者、数学者である。力の合成2の平行四辺型について著述した学者であり、ラミの定理で知られる。ルマンで生まれた。ドーチで学んだ後、パリのメゾン・ディ・インスティチューション、その後ソミュールで学んだ。1658年にオラトリオ界に加わった。1661年にバドムで古典を教え、 1667年に聖職位を得た。数年ルマンで教えた後、アンジェの大学の哲学の教授に任じられた。ここで彼の講義がデカルト主義的であったので排斥され、クルノーブルに送られた。その地でレコム数奇教の保護を受けて教えることができた。1686年にパリに戻り、1689年にルーアンに送られ、 ボスするまでルーアンで過ごした。最も有名な著作は1679年のトレイト・デ・メカニークで力の平行紙辺型について著述した。他の著書にトレイト・デ・ラグランジャー・ EN ・ジェネラルやレイ・エラモン、デジアオマトリなどがあり、多くの分野に膨大な著作がある。ありがとうございます。